のゾイ縛られてるゾイを見るとこはもうあのほんまにほんまに VR でやっててよかった、ほんまに VR でやっててよかった。もう配信してなかったらあと20分ぐらいは見れてた。あの距離でそんな女子見られへんから。そうそうね、サマーレッスンっていうね美少女の家庭教師するゲームがあって、その昔あの配信で触らせてもらう機会があったんですけど、あん時はねあんなにこう自由に自分が移動できへんかったからね、しかもなんかもう結構やらしい角度にしようとすると消えたりしてたからね、サマーレッスンは。やっぱバイオはそこはもうさすが良かったですね。ミヤかゾイかで悩んでるとこ、俺あん時のあの悩んでる時もうコメントどうなってたんかもう不安でしゃあないわ。でもほんま真剣に悩んでたから、僕ゲームは真剣にやる方なんでね、ちょっとまあ真剣に悩んだけど、僕はミヤのこと嫌いですけど、立場とか世間の目とかも考えてね、無事に帰った後のご近所さんの目とかも考えて、ちょっとミヤにしました今回はね。気持ち的にはもう全然ゾイやったけどね、うん。いやだって手切られてるからな、だってミヤの良かったとこなんてだって描かれてないんだもの、このゲームの中で。ねえ、最初の楽しいシーンがさ導入であったらさ、幸せなさシーンが導入で見せられてたらわからんけど、俺だってミヤには傷つけられてしかないんやもん。